あなたの思っていることを教えてください。あなたの暮らし、新しい出会いはいつも胸がときめくもの。音楽の向こうにある風景を一緒に見つめてみませんか。ニューサウンドスペシャル、高橋素子でございます。作詞鈴木由美子、作曲アスカ、編曲アスカ、サギス史郎。卒業白書。春一番が南からにわか雨を持ってくる。蛍の光の寂しさに思い出たちが包まれる。今日の Q&A は、卒業白書のタイトルをお借りいたしまして、卒業をキーワードにして皆様からいろいろ伺ってみました。さて今日のゲスト N91 郎さん、ご紹介してください。いやもうなんて言いますかね、はい、ピアノの前に一輪の花が咲いたという。いやねえありがとうございました。はい、まあですね、ここにあるんですけども、はい、パンフレットにですね、はい、花もはがきも踏み越えて行くがアスカのいじらしさと、いかにもこう凝ってみたがいまいちという感じが、ね、いやでもこれはねなかなか今の若い人は初めて聞かれるあれじゃない、うん、古い世代はなんとなく花も嵐も踏み越えてというのは懐かしいという、はい、それだけでございまして、アスカさんでございます。こんにちは。ピアノの前で、ね、初めまして。ねえ、うん、でもさっきあの花一輪って言う時ポッと聞きようによったらパーっていやでも花がポッと言うすぐ散る。でもあのね、はい、今日初めてなのよ。あのこの番組も長くやってますけどね、この509スターの片隅に、いいねこれ、グランドピアノを置いて、であのピアノを弾いてくださったとかね、そういうのはしょっちゅうあるんだけども、はい、割とこうねその演奏する方と我々の席っていうのは割と離れてたのね。そうです。今日はぴったりくっついてますね。そのピアノバーという感じで、そうそうそう、ということで、まあ、そういう状況のもとに今日はお送りしようと思いますが、ですからレコードと、はい、それからピアノ演奏、生演奏という。そうですね、はい、そうですね、素晴らしい、うん、目に浮かんでるでしょうね皆さん、うん、で今日綺麗なセーターね、それなんかこう春らしいというか、それもあのこうね、はい、慎み深い春って感じの色。うん、割とあのいつもね、うん、セーターでもちょっとスポーティーな感じでしょ、こういうのが。それはドレッシーでしょ。そうですか。全然違うね。違うの。聞いてしまったからよく分かったじゃないですか。本人がスポーティーって言ってる。違う、要するにスタイルは一見スポーティーなのね、はい、だから心ない人はパッと通り過ぎるときに、あ、スポーティーだなと。けどちょっとこう興味を持ってみると、色がだってグレーも2色でね、スワーッとね、うん、モヘアが入ってて、そこにブルーのラインがこう V 字で。いや、じゃあそこまで行ったなら靴も見てください。これ私生まれてこの方初めて運動靴じゃない靴を履いてみたんですよ。本当、自分で選んで買ったっていう。ええ、もうちょっと高く上げてみてくれる。これぐらいですか。そこしか見えない。もっとですか。黄色にブルーのラインの入った、はい、初めて買った革靴、ちなみにいくら、はい、うん、縁でした。とにかくよく分かんないという女性でございますんで、はい、まず曲の方からいってみていきましょうか、はい、いや私ね今日はちょっとね、春っていうとその年その年のね春で違うの、すごく楽しい時もあるし、うん、すごくこうなんセンシティブになってね、うん、何でもこう心にすぐ響いてくる時とか、うん、今年はそういう感じなのね、うん、だから卒業っていう言葉をさっきちらっと読んだでしょ、途端に涙が出そうになったという、うん、一人だけ会話に入れそうにないから、ね、早く曲いかなかなと思ってたんですけど、はい、じゃあまず1曲目は飛鳥さんの卒業白書、はい、それでは自分であの弾き語りでお届けします。はい、よろしく。今の僕は
こんなに間近に。ねえ、もうほとんど思い出すこともないだろうと思った卒業というね、私の自分のことよ。うん、今日はもう何十年前。うん、失礼した。なんかちらっと言った。でも本当にね、でも卒業ってのは非常にこう卒業式というのはね、うん、非常にリアルに覚えてるもんでございますよね。うん、私ぐらいになると忘れてたんですけど。でもやっぱり言われるとふっとこう。そうそうそう。得意のふっとか出てる。でもね、その卒業式だけじゃなくて人生でいろんなことをね、結構卒業してきたなとかね。うん、そうですね。何か一つのことから卒業してまた新しいステップを踏んでいくんだっていう。すごいね。鋭いな。かっこいいって、うん、そういうねことを考えさせてくれるにはピアノだけの演奏でっていうのも。すごいシンプルにね。こうさて、はい、おしゃべりの間ももし気が向いたらちょっとピアノをね、こう臨場感で。それじゃもう不安になりますけど。はい、暗い卒業って感じになります、ね。それでは、皆さんのここでね Q&A をご紹介していきたいと思います。はい、まずは和歌山県和歌山市の中村康さん、20歳の男の子予備校生、卒業白書。心に残っている卒業式の思い出ってありますか？その日クラブ吹奏楽部の送別会があったのです。うん、初めはいろいろとみんなで喋っていたんですが、今日の日はさよならを歌おうということになって、僕たち1年生が歌い出すと、7人しかいない3年生はもう涙また涙涙。僕は病気でクラブも辞めてしまって、夢に終わってしまったけれど、その時は今涙している3年生のように卒業したいなと思ったのでした。中村康さん、20歳の予備校生、卒業式に出た時一番何を感じましたか？正直なところ、祝辞の連続には早くしてくれと思ったが、やっぱり当たり前のことかもしれないけれど、ああもう終わってしまったのかという何とも言えない胸がキュンとなるような感じがした。校庭や自分の教室が、普段何にも感じないのに、その日は見つめるだけで胸が痛くなったのです。いやーねえ、飛鳥さんは卒業は、ね、卒業、うん、まあそれは後で。ただ今言っちゃうとあれで、でも言いたくなる気がするのね。それを抑えてる。しかし今のね、今日の日はさんが出てきたときはね、思わず絶句しましたね。あまりにも見事な番組という感じがしました。あれは構成してこういうふうにしようって言ったじゃなくて、飛鳥さんが自発的に、笑うわけにもいきませんしね、感激するのも新しいですしね、困りましたね。しかしなかなかいいフォローで、いいフォローで、あ、今みたいなフォローはちょっとね、今後も、動くと椅子がきしむんですよね。でもそれはもう自然にしておきましょう。はい、そうするとね、おっきの皆さんに、あ、飛鳥ちゃんが今どういうふうに動いたとか、お尻をどう、うね、右をね。はい、どうぞ。見ようによっては可愛い方ですからね。すごい素敵よ。ねえ、さて、何？いや、ズバッとやるとこがね、僕がね。中村康さん、はい、あなたが今卒業したいものは、はっきり言って予備校。そうですよね。はい。ね、予備校というのはね。はい。なんとも。次いきますね。佐賀県佐賀郡の大坪幸恵さん、18歳の女の子。卒業白書。あなたが今卒業したいものは、親から卒業したい。学。でもねえ、親から卒業したいっていうのは、うん、親から解放されたいっていうのと勘違いしてるんじゃないのかな。うん。卒業っていうことはどういうことなんだろうね。あ、それはすごくいい、あれ、うん、発言。もう少し深く今飛鳥さんが思ってることをまとめて言ってくれる？いや、っていうか、うん、私はね、親から卒業とかっていうよりも、そのいい話聞いたことがあるんですけど、はい、その夫婦でね、うん、子供がバーッと喧嘩っていうかバーッと飛び出してった、うん、で母親が止めようとして、でも父親がね、待て、俺たちは子供を養ってるんじゃなくて育ててるんだ、うん、で育てられる側の子供っていうのは、うん、やっぱり親からいつ卒業するとかっていうんじゃなくて、生まれた時から自分はこう着実に成長して、うん、一つ一つ何かから卒業して生きてってて、うん、その間に、まあ、うん、親とのつながりっていうのがどういう形で切れるかどうか分かんないけれど、それは卒業じゃないと思うんですよね。
だから私ねすごい言おうと、ね、アスカちゃんが言おう、アスカちゃんとさちゃんとさんが、いや違うのよ、女の子にしていいのか女の人にしていいのかでちゃんと言ってももう違う感じだし、うん、まあ、一応ゲストですから3でいきましょうか、うん、はい、微妙なニュアンスですが、特にあっちゃんとかいいんじゃないかと思うんですけど、あのねそう今言われるまでね、あ卒業っていうのは簡単にそう言ってきたけど、親からは一生卒業しないよね、うん、そうですね、だって親の方がずっと先から先に生まれて先行ってるんだもんね、うーん、だから解放っていう言葉私思い当たらなかったんだけど、彼女解放ならあるけど、うん、卒業はないわって言った時に、うん、ガクンと来て、あそうかもしれないと、うん、結構弱気ですね、さっき強気ですねやってたからねいやいろんなことをねいろんな世代からいろんな風に学ぼうと、えらい見上げた根性ですよ、根性ですか、これは。さあ次行ってみましょうか、はいはい、さて行きますか、山形県米沢市の高橋優子さん、うん、25歳の、職業が家事手伝いと書いてくださった方、はい、卒業白書、うん、心に残っている卒業式の思い出ってありますか。高校の時担任の先生が、先に泣いてしまって思わずもらい泣きをしてしまいました。これバカバカしいですよ。それがね、普通は生徒の方が泣くんだけど先生が泣くっていうね。それで思わずもらい泣きしたというのがおかしくてね。でもね、あの先生だってやっぱり悲しくなるんじゃないですか。ただ先生でしょ、毎年でしょ。毎年がまあ3年持ったらは3年ごととかさ、しょっちゅうでしょ。しょっちゅう生徒の方は人生に1回じゃない、高校とか中学。うん、でもやっぱり人は100人いれば100通りだから ね、それぞれ毎年毎年違った色があると思うんですよね、うん、それとね真剣に取り組めばあの一つの授業をやったというかね、うん、あさっきの親の話の飛鳥さんが言ってくれた育てるみたいな、うん、育てるというとなんとなく言葉だけ聞くと誤解されそうというか、うん、押し付けがましく聞こえるけど、まあまあ、育てたと思ったら先生の方が涙出るかも、うん、育てられた方は気がつかないもんね、うん、その先生自体もまだほら新任の時からずっとかいろんな過程を経てステップを経て自分もなんかいろいろ成長していく段階で、あ今年はいい卒業式迎えられたとかって思ったんじゃないかな。ねえ、ね、でも高校ぐらいしかわからないわその人が泣くっていうの、うん、私なんか小学校中学校、うん、親とか先生が泣いてるのね卒業式、うん、見て笑ったもんね、うんそうですね、小学校の時はみんな笑いますね、本当に。ね、なんであの泣くんだろうとか。中には学校での演出としてね、泣かせよう泣かせようとする卒業式の演出する学校もあるでしょ。臭いという感じ、うん、いかにもというね。卒業式の前に友達同士でね、ね、あんた泣くとかって聞く人いますよね。ああいう心理は分かんないんですけどね、私はね。この高橋さんって方はね、非常に冷静な方で、うん、次の、はい、高橋優子さん、米沢市の、卒業式に出た時に一番何を感じましたか。とにかく寒くて涙などこぼれませんでした。クールなんですよ。そうですね、だから結構この子たちっていうかこの世代の子たちが割とこうねやんちゃな子っていうかね、うん、それで先生がすごく苦労して最後泣いたんじゃないかっていう感じもしますけどねでもね私これもう少したった一行のとにかく寒くて涙などこぼれませんでしたって書いてあるけどね、もう少し深いような気がするね。寒いっていう心の部分の寒さっていうかな。だから本当に悲しい時ってなんかあのね、表面に出てるのヘラヘラ笑ってたりすることってあるじゃない。そうですね。で第三者が見て、うん、あの人あんなに悲しい時に大変な時に笑ってるよって言うけど本人の心の一番奥はものすごくね、まあ、そこまで深く取ることないと思います。この方の場合はねはい、はい、あんまよく取りすぎてる。卒業ってなんかこう突っ込んで考えがちですね。臭かったですか、うん、いやいや今日私今年の春の私の心理です。結婚式のあのね最後 のね両親のハートバみたいなもんでね、うん、なんか泣かせようというね、うん、どうぞ。はい、さてこれは岐阜市にお住まいのいっぱい書いたんで、うん、まあいろいろ書いてあるあちこちありますね、はいはい、匿名とか書いてないよね別に。お住まいはなんか足立区ですかね。あそうかそうか、うん、4月からですね。4月から足立区ご丁寧にどうも。4月から、ね、そうかそうか、うん、東京足立区に変わられるという竹本真由美さん19歳の OL の方、あなたが今卒業したいものは。あの人に対するこの思いから早く卒業したい。イエイ、ね、イエイ、この気持ちはどうですか。そういう体験あるでしょ今とかね言うんじゃなくて、はい、過去に、うん、名古屋市にお住まいの神谷恵里子さん17歳の、はい、17歳の女の子、うん、卒業白書。心に残っている卒業式の思い出ってありますか。幼稚園の卒園式の時、うん、式が終わってからクラスに戻って先生が一人ずつ握手をしてくださったことが心に残っているかな。一番
それと中学の卒業式、隣のクラスの男の子が、目を真っ赤にして泣いていたこと。最初の幼稚園ってのがね、なんかほら、まだチビなのにさ、先生が一生懸命握手してたのがさ、俺多分この子以外の子は全部忘れてるかもしれないけど、中に覚えてるガキもガキっていうか子もいると思うよね。のきちゃん、今日私すごい素直な気持ちになってんだからあなたも素直、本当は優しい人なのに、はい、うん、番組面白くしようというのが気持ちがある。いや、照れがあるんでしょう。最後のこの照れ隠しでね、照れ隠しね、あれはね、悪い。僕のことはいいんですけども、はい、この中学の時の卒業式で男の子が泣いてるっていうのは、うん、一生言われますよ、こういうのね。あの野郎泣きやがってさみたいな。なるべくやっぱりね、毅然として。はい、そういうわけで曲の方へ行きましょうか。ね、これ今すべて男と女のものでございますからね。さすが構成者。そのね、今の振りはここへつながっていくわけですね。はい、そうです。そう言わなきゃいいのに。いや、アスカさんの歌でね、はい、これはレコードで聴かせていただきます。はい。男坂、女坂。さんの男坂女坂でした。いや、レコード来ながらもう向きのって話しましたね、2人ね。いや、違うの、あの、えのきちゃんがパッとあすかさんの声をね、すごく大人っぽいに声に聞こえて、あのイメージ、顔のイメージが非常にあの男の子っぽいというか、ガラスっぽいというかですね、そういう感じがあったんで、どうせ男ですよって。いやいや、私でも小学校4年まで借り上げだったんですよね。あ、本当。2人姉妹で、ね、下の方 でとっても本当に男の子っていう期待されて生まれたんですよ。そしたら、あの、医者も保証が好きだったっていうか、うん、なのに女の子だったもんで、ああ、がっくりしたから周りが、みたいですね。それで男の子に育ってたという、うん、ズボンばっか履いてましたよ。私スカートなんて履かせてもらったことなかったから、今もズボンしか履いてないっていう。なるほどね。ねえ、アスカさん、はい、20歳はい、卒業白書、うん、心に残っている卒業式の思い出ってありますか、うん、アスカさん。
小学校の卒業式が今でも心に残っています。担任の先生が歌を歌って生徒を教室から送り出してくれた。何の歌だった覚えてる？あのね、うん、式典が終わって、うん、みんなが教室に帰ってきて、うん、そして荷物を自分たちでめいめいまとめてね、うん、そしたら先生がカバカバって言ってた先生だって。本当に顔がカバに似てたんですよね、うん、じゃそのカバのようなこうチンチクリンの目が赤かったんですが、うん、そして下向きながらあのこう俺が歌歌ってやるから後ろのドアから出ててくれよとかって言ってね、うん、もうお世辞にもうまいなんて言えないんだけど、うん、ボソッボソッってね、さようなら皆様とかって歌い始めて、みんなねだから荷物胸でおにぎりしめてこう抱きしめてそのまま動けなかったんですよね、うん、わーっとかって泣き出しちゃって、出てってくれよと言いながらまだいてくれよとか、でも出てかなきゃいけないし出ていくんだしとか ねでもきっとその先生も毎年同じことやってるんですよ、うん、まるでなんかね昔 の今の映画みたいな感じがしますよね。あの学校の校庭で見た映画ね、うん、あんな今やってないですかね、うん、ないわよそんなの言っても。でも本当に今分かった、えのきちゃんが何を言おうとしたか。いえ、よく昔はね学校の校庭で、うん、あの何月何日夜何時から映画をやりましたら、うん、大きなスクリーンがね、うん、校庭に立ったのよ。知らないそういうの。なそれ戦前ですか。いやいやいや昭和30、40年ぐらいですね。あ、そうですか。えのけんの猿とみさすけとか言ってましたけどもね。へ古いですね。しかし、うん、でもあのそういう卒業の時の思い出っていうのは、うん、結構その映画のワンシーンっていう感じですね。イメージ的に今こう男坂女坂の前に読み上げたいろんな方のね、うん、そういう卒業白書っていうかそれの聞いてても例えばなんか一つの場面が浮かびますよね。そうそうそう。だから同時にね原体験をしてないのに、うん、各々が違うのね、うん、だけど全部こう分かるというか、うん、なんとなく絵が浮かんでくるの ね、うん、世代は違ってもね。だからカバまで言ってくださったからカバまで浮かんだ。割と細い優しい声の先生じゃなかった。そうでもなかった。そうですね。いくつぐらいのその時。32、3だったと思うんですけど。いやその先生一人でこうなんか自分の世界でロマンに入ってる感じがしますね。いやでもみんなに伝わってましたから。帰ってから日記書いてるんですよ。きっとずっと今もそのままだったらいいのに ね、さて飛鳥さん、卒業式に出た時に一番何を感じましたか。高校の時、将来に対する期待感、うん、中学の時、好きな先生たちと別れることが悲しかった。3年間を思い出して哀愁に浸ってました、うん、大学、まだ何年後になるのかね。留年、はがき来た？上がれますとか。あ、大丈夫みたいです。よかった、おめでとうございます。どもっちゃったと。今度は3年生。え、もう、今年、今年度3年です、うん、になるわけですか。はい、ね、え、よかったですね。あとその後が最低2年で。はい、あなたが今卒業したいものは、飛鳥さん、何から卒業したいのか実はよくわからない。私の場合、自分に向かってくる物事ばかりがどんどん見えて、一体何から卒業したのか確認している暇がないんだ。もしかしたら死ぬまで卒業なんてないのかもしれないです。そしてきっと死ぬ瞬間も一生懸命死ぬと思います、うん、うわー、今日は教えられることばかりだわ。今は20歳ということで、やっぱりいろんなことが、新しいことがどん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 入ってきてるから、もうそれにこう嬉しいというか。そうなんですよね、うん、だから何から卒業したんとかって振り返ってるんじゃなくて、もうどんどん前向いて、どん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 こう吸収してっていうか、うん、で、まあえて卒業したって言ったら運動靴から卒業しましたけど ね。しかし本当にあのでも二十歳ぐらいっていうと前ばっかり向いてたでしょ。振り返ることは全くなかったですよね。本当ね。いくつぐらいでした、もんこさん、振り返り始めたのは。振り返り始めたのはやっぱり30代に入って、うん、30代の前半ぐらいでしょうか。遠い先という感じがするでしょ。いやでもすぐなんですよね。すぐ来るのよね。私ね、うん、
結構大人に対してとかっていろいろ思ってたんですよね、うん、大人って言ってもいろんな言葉のニュアンスがあるでしょ、うん、いい意味でもあったり悪いニュアンスで取れたりするし、うん、そして大人っていうものに反感を覚えてたりしてたのが最近は結構最近の中学生や高校生はとかって、うん、今度は下も見てるんですよね、上も見て下も見てって、これがもうちょっと年を経ったらなんか下ばっか見てたりしてね、そういうのがだんだんこう大人になるというかおばんになるというか、うん、ただこの同世代だけしか見えなかった時よりも、はい、いろんなもんがこうね過去そして将来もこうね、うん、確実にひっついてきた時には、うん、大人と思ってた人が自分よりものすごい子供だったりね、そうですね、とか思ったりすることもあるし、だから精神的な面での大人っていうのはまだ60歳の子供もいるかもしれないです ね、 そうそうね、うん、しかしまあ卒業ということでね、うん、やっぱり卒業式とかっていうことをね、うん、その心の中にすごく残ってるんですよね、あれがね、そうでしょ、これ今のこれありましたけどもね、うんうん、なんであんなにね心に残るんだろうと思うんですけどもね、うん、まあつまんない質問でしたかね卒業式でまとめようと思ったんですけどもねそうでしょ、言葉が足らなかったんですね、いや私こんなにね卒業っていう言葉割とそれほどね意味深く考えもせずやっぱり卒業式ということでね、うん、思ってたけど、飛鳥さんに今日教えられたのはね、はい、あ私の性格、うん、私すごい執着心がある人だから、うん、結局一生学校はもうそれあんまり執着して残るとね、うんうん、あれだけど、そうじゃない部分で私やっぱり一生卒業しないのかも、どの一つも一つも、うん、勉強はするけどねそのことで、そうですね、うん、教えだって偉そうにしちゃうけどねいやこの椅子の座り具合がこういう感じ、社員長とかさ、マネージャーとかしたでしょ、うんうんうん、ありましたね、なんて書きました、あの時友達から、私ですか、うん、住所と電話番号書きました、でなんか書くでしょお互い10年後には結婚して子供を見せましょうとかさ、いや覚えてないですね、そういう、そうじゃなかったですか、社員長を回したとか、いや知ってる人もいるしね、あ私は書かされる方でしたから、うん、で書くときはもういつも住所と電話番号書いてよろしくとかって、ね、特に男性から回ってきたりしたときはなんちゃってでもね卒業って言うと、うん、ちょっと前にいい話、素敵な話聞いたんだけど、うん、白線流しっていうのがごめんなさい、そういうの初めて聞いた言葉だったんですね、うん、でどういうのなのって聞いたら、うん、その例えば学生帽についてる白いラインが入ったりしますね、男性の方、うん、そういうのを引っぺがして、うん、でみんなのこう結んでつないで、うん、川とかに流すんですって、これからも末永くこの卒業っていうことで、うん、縁が切れてしまわないようにという意味を込めて、うん、繋がっていようと、女性であればスカートの白線だったりと、うん、素敵な話だな、素敵な話 ね、でも今聞きながらそういえばあんまり白線のついたね、うん、帽子とか見ないですね、だからだん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 制服も変わってきたでしょ、うん、あれも寂しいね、考えてみたら、そうですね、昔のだってね、ちょうどあなただったおじいさんなのかしら、1校2校とかいう頃はみんな白線あったもんねもうお父さんでしょ辻を親子じゃないですか、辻をこう連れてとかねしかしそうやって言っときながらね、うん、結局3ヶ月もすれば知らん顔なんですからね、いやだから冷たいもんですよ人間なんて、違うよ、結ぶでしょって川に流すでしょ、うん、そうすると結び目がちゃんとこうね、別にギュッと結んだわけじゃないけどうまく絡んでた分はずっといくし、うん、ちょっと絡み具合悪いのはスーッと離れちゃうんでしょうね、しかしそうやってやっときながらね、うん、結局その時だけでもこうなんていうかすごくこう感傷、うん、リリカルな気持ちになってね、うん、そういうところで歌を作ったら感じするというのもあるんですけどそのうち出てくるかな、白線流しって、はい、ね、飛鳥さんの歌の中に白線流しね、うん、いいかもしれないですね、小流しの後で、ね、売れるかもしれませんよどういうこと、商売に徹しましょうみたいなちょっともう行きますよ、はい、はい、またピアノ、ちょっとピアノまた中心、そうなんですよ、どうですかね、それでは飛鳥さんのね、ブルーララバイ、はい、ブルーララバイ、じゃあピアノでね聴いてください、今は眠れ眠れ眠れ、静かに眠れ眠れ、心いっぱいで私は歌い、あなた。
あのピアノ演奏とそして歌でブルーララバイでした。本当に近所で聴いてるといいですね、うん、でも本当素敵よ。遠くで聴くよくないみたいなったね、今ね近所で聴くもっといいというね。さて今日の Q&A は卒業白書と題してお送りしました。今日はものすごくこれね、はい、卒業式が終わったばっかりぐらいの人が多いわけでしょ、うん、そうそう入学式的に、それともうそろそろ入学式始まったとこもあるし、とものすごくガーンとね来たり、うん、泣いて聞いてる人もね、いらっしゃるかもしれない、ね、僕高校卒業した時にですね、うん、友達とですね親友と2時間ぐらいずっと歩いて家まで帰ったんですよね、うん、そいつ未だに付き合ってますけどもねそいつともう16年ぐらい付き合ってますけどもね、うん、あの時はやっぱりあいつの付き合いが一番良かったですね。うん、やっぱり非常にドラマチックなもんなんでしょうね。うん、そんな時期もあったんですね。もうあれも非常に夢見る少年だったですからね。ギギ、うん、私は個人的に言うとね、うん、今日は本当にあすかさんのおかげでまたちょっとそういうふうに言うからね誤解を招くんであって、あの割と私自身は、はい、あの卒業式っていうの、前に前に前に要するに早く大人になりたいみたいな、うん、だから割と卒業式がポンポンポンと来ちゃったような、だから今になって今日、ああでも潜在的にはあったんだろうね、今日こうやって心にグンと来るから、うん、涙が出そうぐらいに美しい。いやいやいや、若い時って見えなかったね、気持ちがでも美しくないじゃないか、ま、それじゃベートーベンのね悲壮とか、悲壮ってベートーベン違ったりして、しかしあれですね、はい、あの彼女ね、はい、普通はこうすごくなんていうかね、こうキュートな感じというか、うん、そのあっさりした感じですけども、ボイスで男の子歌った時はなかなか色っぽいですね。そうですか、今日の Q&A は、はい、卒業白書と題してお送りしてきました、さて皆さんもニューサウンドスペシャルに参加してみませんか、うん、参加の方法はとっても簡単です、おはがきにあなたの住所、氏名、年齢、職業、そして今一番したいこと、これを必ず書いて送ってください。でその中から何人かの人に、Q&A 用紙をお送りしております。宛先は郵便番号150東京都渋谷区神南 NHKFM ニューサウンドスペシャルの係です。さてここで皆様からいただきました今一番したいこと、これをご紹介しましょうか。室蘭市にお住まいの岡田よし子さんかな、恵子さんかな、どちらかですね。年齢16歳、高校2年生、今一番したいこと、前までは眠る時間がとっても欲しかったけど今はこの世の中全部嫌、私の周り全部が私の思う通りに何でもなってほしい、そうなればどんなにか良いことか、今までの鬱憤エトセトラを晴らしたい、こういう私ってわがままなんでしょうねきっと。どうですか、近い世代でどう、うん、こういうお便り、うん、私もでもいや小学校の時とかね、うん、魔法が使えたらいいなとかって思ったけど、うん、でもやっぱりわがままなんでしょうねはっきり言って。でもここのとこがちょっと私引っかかったのね、うん、私の周り全部が私の思う通りになってほしい、うん、何でもなってほしいと、面白くないじゃない、みんな同じよね、分かっちゃうんで、うん、でその前になんか嫌い、全部嫌いって書いてあったでしょ、いや、うんうん、だからなんか何かあったんじゃないのかな。そうね、このお便りはいただいた時から今は変わってるかもね。これね、ほら、うん、前にほら前は眠る時間が欲しかったでしょ、うんね、で今も眠る時間があるわけですよ、そうするとね、うん、で眠る時間があるとこうなっちゃうんですね、うん、だから腹が減ってるとか、うん、眠たいとか、うんね、恋人が欲しいとか、うん、そういうふうに切実に思ってる時は割合うまくいくんですよ、うん、そうですか。でも私お腹が空いてたらハングリーズアングリーとかってなります。そうね、だから逆にそれで生きる希望が湧いてくるわけですよ。いや、虫食いたい、いやだからいろんな人がいたね。えのきちゃんそう理解した、うん、前は眠る時間が欲しかったけどで今は眠る時間があるからこう思うと思う。あのさ、眠る時間とかっていうさ、うん、そういう日常的なことじゃなくてな、ね、もっとねあの、うん、こうハートの部分なんじゃないかな、まあ、だから眠る時間が欲しかったっていう時はね、うん、多分こう、うん、あの逃避の世界、うん、結構ね、で今は腹が立つっていうのは結構前向き、表に出てきたというか、うん、冬眠から覚めたみたいなね、うん、負けちゃダメですよ ね、いろんなことあると思うけれど、でもまあ、 あのさっき桃子さん言ってましたけどね、うん、あの例えばどんなに強いやつでもね、うん、こういるわけでしょ、地上最強の男みたいなさ、うん、その漫画とかそういうんで、ええ、でも本当に強かったらね、うん、物語にならないわけですよ、なんか欠点弱点があるわけでございましてね、うん、そういう意味ではね、ドラマチックな人生というのはこれでも、そうやって言ったらでも全部解決できますよ、うん、何でも解決しますから僕は何でも言ってください、何でも解決します。さて、あ今何て言った、あの
全部今何か言ったじゃない。何こんな人今絵が描いたりイラストが、まあ今言ったらすぐ忘れますから聞かないでください。栃木県にお住まいの岩隈幸恵さん15歳の女の子、うん、今一番したいこと、ん、うん、僕の大好きな、うん、これは鉄トール、あ、トール、はい、トールの前で美男子のエッチ君とキスしてやりたい。トールの彼女の前でトールのほっぺにキスして可愛い子ぶっちゃいたい、うんうん、まあ何でもないですけどもこういう気持ちってわかるでしょ。わかりません。わからないんだこの絵。いや本当に好きな人には本当に正直に表現できないのよね。で次ぐらいの人だったらねねね好きよとか言えたりする時ってあるね。女ってない、いろんな人がいるんじゃないですか。これだからトール君というあの男の子に彼女がいるわけですよね、うん、片思いしてるわけだから、うん、またキスをしてですね、だからトール君よりもっといい男のエッチ君、うん、だからそれで見かけがね見せびらかしてですね、それでまあ自分に気を引かせようとするんですけども、うん、大抵失敗しますからこれは素直に歌った方がいいです。何でも解決しますから、はい、なんか悩みないですか。悩みですか、うん、別にないですよ。全くない。いや、いっぱいありすぎてどれを言ったらいいのか分かんないっていう、なるほどね。さて次ね、これもうそろそろいいですか。もう一個いきましょうよ。三谷さんか三谷さんか、はい、名前なんて言う。三谷、分かりませんね。司という字の子供ですね。だからほら振り仮名を振ってくれとこれだけ言ってるんですからね、はい、三谷さん、もし失礼ありましたら、我孫子市の22歳の OL の方、今一番したいこと、私がアメリカに立ったのは約2年前でした。もしかしたらこの人と結婚するかなという思いを込めて秘めて、はい、そして最後に成田のエアポートで会った元、うん、彼に、はい、元気久しぶりね彼女はなんて言ってみたい、うん、日本に帰国して5ヶ月、未だに何の連絡も取っていません。20歳の誕生日にくれたプラチナのお揃いの指輪だけが今はあの人の思い出です、うん、私も随分、変わったけどあの人ももう変わってるだろうな。もう2年も会っていないのですもの。いや、分かりましたか。ちょっと複雑だったんで。いや、私でもあの人っていうのはきっとこれやっぱの ボーイフレンドっていうかあの、うん、ですね、これこれですか、うん、これだとラジオじゃ分かんないですよね。いいです。ふっとね、うん、金子ゆかりさんの再会っていう歌を思い出しました。松尾和子さんも知ってるんですからね。再会とかってなったっけ。しんみりしちゃったでしょ。いいえ、なんかすごいね、全然世代の違いを感じたわよ。松尾和子さんの再会っていう歌、松尾和子ってもう知らないのよね。はい、知らない。で、金子はるみさんの再会でしょ。金子ゆかりさん、ごめん、金子はるみさんゆかりさんのね、はい、そこら辺でも何を世代が違うって言ったんですか。いや、さっきのね、叩きを取ろうと思ったの上でございますよ、うん、はい、それじゃあここで曲いきましょうか。はい、混乱してますけど、ね、はい、レコードで、アスカさんのね、チャイナタウンファンタジー。Thank you.
のチャイナタウンファンタジーでした。今日はアスカさんをゲストにお迎えして、卒業白書という Q&A でお送りしてきました。しかしちょっと話変わりますけど、はい、恋愛するたびにこう体にね心の傷は見えないからさ、うん、本当に一個一個傷ついてったらさ、うん、すごいだろうね。すごいでしょうね。この傷ボクさんなんか全然ないですよ。傷が綺麗なもんでございますよさて、今日ねアスカさん、はい、メッセージとかね、コンサートの予定とか、はい、言いたいこととか、あ、言いたいことお聞きの皆さんにね、はいはい、ありますか。あのコンサートはですね、20日神奈川県民会館、あの大きいホールの、あのショーホールでやります。それから22日は、埼玉の浦和市民会館で歌ってきます、私のコンサートはね、今日もポローンとピアノの弾き方倫理曲ほどあったんですけど、もうずっとピアノ1本で、1本でって言わないですね、ピアノ1台っていうんですか、ピアノ1台でね、1時間半ぐらいなんですけど、歌ってステージ通してね、まあ、アスカの人となりっていうのがねみんなに伝わればいいなとかって思ってます。構成どういう風に構成してとかっていうんじゃなくて、で逆にピアノ自分で弾きながらだとアドリブが効くでしょ、だからその土地ごとにやっぱり、お客さんの色ってあるし、だからそれにもうすぐ順応してっていうか、もうパーマネントじゃなくてその場その場で、そうですね、こう客お客さんの雰囲気に合わせて、幼稚園の子のお祝いとか、幼稚園の子でチーチーパッパーチーパ例えば何アンコールとかって来るでしょ、そして一旦舞台の袖に下がって、いや今日乗ってるからあの曲やろうかとかって言って、で舞台監督の方とかいろいろ喋ってて、でじゃあ出てきますってパッと出てって、で正面向いてまずアンコールどうもありがとうとかって言って喋って、でパッとピアノに座る、そうすると全然違う曲やってたりするんですよねでも本当にあの舞台の袖からピアノまでの距離歩いて、でパッとお客さん見てその瞬間にあ違ったなと思う時もあるんですよね、微妙に。そう、やっぱりその声に合わせて、自分で歌っていくと、はい、でも飛鳥さんみたいな性格だったらね、ピアノ大きすぎるけどね、これを担いだまま もっとそばに近寄って歌いたくなったりというか、うん、ギターなんかだったらこう持って動けるじゃない、ギターだとそういう、動きたいと思うこともあるでしょ、コンサートによっては、私はこう、大学入ってから、一昨年の、11月デビューしたんですけれども、高校時代にね、なぜ名古屋音楽大学を受験したかっていうと、まず音楽の先生をになるっていうか、ピアノをね近所の子に教えて、でちょっとお金の話で嫌なんだけど、そのお金をね集めて、で1ヶ月ぐらいバッとねこうピアノレッスン止めて、その期間自分で旅芸人みたいに旅しながら歌を歌って、で本当に公民館みたいなところでもいいし、おじいちゃんおばあちゃんとも見てしながらこうやってこうやって「あなるすみどうな」みたいなのでもいいし、そしてなんか生きていきたいなって思ってたんですね。だからまだ高校時代でその思ってたことっていうのは儚い夢だったのかなと思ってる矢先にデビューして、そして実際こうやってピアノ一本でね、いろんな土地回ってこれるんですよね、だから本当に最高じゃないですか、何万人に一人っていうラッキーがあるじゃないかな、本当ね、いやでもそれはねラッキーというよりもあなたがやりたいことっていうのははっきり掴んでたからよ、だからみんなね、僕は不幸だとか私はね、やりたいこといっぱいあるけど運がないとか言うけど、はっきりした確実にこういうことしたいっていうものがね、あれば本当にね、いやよくハガキでも来るのよ、こういうのね、やっぱり他力本願で人がねとかね、
僕は喋ってるんですからね。いや、いいこと、今日はいっぱいでもね、うん、だから本当にそういう意味では、うん、意思ですよ、意思、うん、自分がやりたいという、別に看板に書いて歩かなくても、うん、心の底でちゃんとしてれば、うん、来るわよ、ないしは名刺を作っちゃうとかね、名刺作っちゃってそれで配るとね、うん、私ね、友達と喋ってても、うん、あのしきりに例えばね、自分の血液型がどうなの、ボーイフレンドの血液型がなんとかで、でも萌ちゃんと友和だって、セーサーがどうの、なんだこうなんだよとかって、人は人だと思うんですね、うん、自分はどうであるかっていうことが一番大事じゃないかなと思うんです。だからあの周りに流されずに自分っていうのを、それは一生かかるかもしれないし、死ぬまでに果たせないかもしれないけど、そういう前向きな姿勢っていうのが好きだから、自分でもそういう生き方していくんじゃないかなってね。そうそうそう、でもね、最初の印象ではね、1曲目ぐらいからちょっとお話してたらね、あ、学校の先生に、ね、うん、なってくれたらいいなという感じがあったわけ、うん、さっきの熊先生じゃないけど、カバ先生あのそういうね、まあ、うん、すごい小さなあのマス、うん、小さな高齢だけど、うん、人間だけど、うん、あのね、人口にしたらね、でもその人たちにそういう優しさとかね、考え方を伝えてってほしいと思ったけど、それよりやっぱりこっちの方がもっとたくさんの人にね、大勢の人に会えるし、ね、できるから、どっちが良かったかって、やっぱこっちがいいわね。さて、構成は榎木雄一郎さん。榎木雄一郎でした。あのさっきからすごく気になって、ね、せっかくピアノがあるのに、うん、まあ、歌はちゃんとやってもらったんですけどもね、あのその音楽ね、うん、学校を目指した、まだ、まだ少女というか、それで学生でしょ、我々二人がいたらどんな歌が出てくるかというやつをですね、おじさんとおばさんがここにいるわけですね、二人私お姉さんよ、お姉さん、いや、それは昔、ね、いや、だからみんなはもう今このね、うん、2年デビューして、飛鳥さんのレコードとか音楽すごく知ってるじゃない、だけど私生活の、そんな知られてるとは思いませんけど、ね、あの飛鳥さんの部分、学校で一生懸命音楽を勉強してる部分のチラッと垣間見せてくれるとより、またね、うん、じゃあ行きますよ、うん、ね、うん、いいですか、はい、じゃあ本当に行ってもいいんですかあ、私たちの印象を弾くの、行きますから、うん、聞いててください。面白いですね。美しかったですか。これがギャグというやつですね。これはもう歴史に残したいようなギャグでございますけども。いくつの時からピアノは、小学校2年生です。2年生から。はい。最初ね、あの、うん、教室でやっぱ習ってる子は弾くんですよね。オルガンが置いてあって、うん、で猫踏んじゃったかなんか弾いてて、うん、間違えたんです。あ、間違えたとかって言ったら、うん、あんたなんか習ってないくせにとかって言われてうそーとかって、あ、それでお母さんに習いたい、うん、でももともとそれだけがきっかけじゃなくて、うん、ずっと前からしたいなって思ってたから、うん、でその頃の曲私がしたのチャラララララあれは確かにクラシックの番組じゃないですか、よくね、これはあの校庭から流れてきたよね、放課後とかね、誰が弾いてるのか、僕はよくクラシック喫茶というのを思いしましたけどもね、そういうわけであの、はい、また、おはがきですね、はい、ぜひどんどんあのリクエストとかですね、はい、まあ、リクエストも嬉しいんですけどもね、一番嬉しいのはなんて言ってもね、聞いたあの感想ですね、だから今日はね、飛鳥さん、はい、初登場だったのこの番組にね、またあの近々来てくださることでしょうし、はい、そうするとまた今日と違う飛鳥さんになってると思うけど、はい、今日の印象とかね、ええ、何ですか、いや、お聞きの皆さんがね、あの、そう、皆さんのですね、そうそう、あの今日の番組に関する感想とかですね、印象とかどんどん書いていただければですね帰れとかと書いちゃったりして、いやいや、そんなことどうだってやっちゃったから帰りようがない、許せませんからそういうやつには僕は許せませんからね、うん、まあ皆さんあの聞いてる人は平等ですけども、はい、それだけであのそのハガキもですね、カンちゃんを通じて渡しますんですね、どんどんください、ニューサウンスペシャルお別れの曲は飛鳥さんご自身からご紹介していただきましょう、はい、あの本当に今日1時間ね、そんな長い時間じゃないんだけれども、うん、あのお二人に、もこさんとえなきさんにお会いできて、あのよかったです、いろんなお話本当にありがとうございました、うん、どうもありがとうございます、うん、それと番組同じ風にね、こう、うん、感じてるだけだからさ、なんかそういう感じの人なのね番組をね、なんかずっと通して聞いてくださった方もどうもありがとう、じゃあお別れに、あの飛鳥のソーロングっていう曲をお届けします、先は告げず旅に出よう、人の名前覚える前
先は告げず旅に出よう、別れが悲しくなる前に、告げず旅に出よう。